天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。宮澄です。今日はお便りにて相談をいただきましたので、はい、ご紹介をしたいと思います。29歳の女性の方からでございますが、はい、9月からマッチングアプリを始めたということで、うん、まあこれね、これなぜ採用したかというと、はい、めっちゃよくある質問というか、うん、なるほどね、うん、ようみんなが悩んでるなと私が感じることなんですけど、よくある質問はこちら、はい、こちらです。2人の男性とやり取りしています、うん、でどちらともまあ2回ずつご飯に行ったっていう状況なんですけども、えらい、1人目だから1人、うん、1人目は、うん、30歳で看護師されてる方で、はい、でもう見た目がもう茶タイプ、うわ、でメッセージも、まあ、好印象、うん、でもう異性としてはあかっこええなっていう、なるほど、ただ連絡頻度がまあ低いな、1日にまあ1日なるほど、ね、みたいな感じ、うん、やけどまあ別にそうなんていうの、うまくいかへんっていう感じではなくて、うん、3回目会うっていうのをまあ調整してるみたいな感じ、はい、で、2人目は28歳、うん、で、自衛官されてる方、はい、この方は年下ですよね。1人目は年上やけど、そうか1個年下やね、年下、うん、で、まあ、真面目でちょっと硬い感じのイメージですけど、うん、まあ喋ってええ感じ、ええ人やなみたいな感じ、うん、会ってみてね、はい、で、まあ共通点が多くて感覚も似ていると感じます。趣味も同じものが多い。おお。で連絡も心地いい頻度でこちらに質問してくれたり会話を続けようとしてくれてる感じがします。なるほどね。うん、で、A さんの方は、触れてみたいし触れられたいがぴったり当てはまるというか。おお、私のね、そう、恋するってどういうことですか。そうそう、恋するってどういうことかみんな知ってますか。触れていたいし触れられたい、それが恋愛感情。そうそうそう。黙れとか黙らんといてとかじゃなくて、そんなん違うのよ、うん、アンチとかアンチじゃないとかそういうことじゃなくて、ただマスミの意見がこの地球上にあるだけやから、そう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 、うん、この、うん、口取った字でキラキラキラ、そう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 、触れていたいし本当は任せよな、思うのよな、そうそうそう、そうで B の人は、まあ、そのキーホルダー欲しいね、絶対欲しいよな、作った方がいいやろし、 B さんは人として尊敬できるし、うん、まあ、一緒にいて楽しいから楽しい未来が想像できるという感じで、うん、で次付き合う人とはまあ結婚を前提にでいきたいなということでっていう、これまあよくあるじゃないですか、はい、もうあかっこいい男として好きっていうのと、一緒にいて落ち着くはいい人なんだよなって。でもこの方むちゃくちゃ、はい、運いいですね。そうですよ、選べるんだからさ、どっちもね、どっちもまあまあ、うん、いい感じね、うん、手に入れたい感じの2人が今いてて選べる状況っていうのはあんまりないですよ。ですよ、手に入れたい人が目の前におらんっていうのがほとんどやねんからな。そうで、うん、どこ行ったみたいな感じのね、はらしいんですよ。だからどうですかね、まあ一応ね、あの、うん、岡本太郎さんの意見だけいいですか。はい、岡本太郎さんはやっぱ危険だと思った方に行けっていうことなんで、うん、うん、触れていたし触れられたいじゃないかな。でも正直浅いな、うん、まあどっちも危険な感じはしないけどね、二人ともね。まあね、正直どっちも硬い手堅い、まあそうですね、職業的にも収入も安定してるし、うん、そうです、うん、正直さ、この A さんみたいな人がおる状況で B さんって選べんのかな。あ、自分がめっちゃ好みな時に、うん、ね、それ無理じゃん。もその自分がもうタイプだ、触れていたいし触れられたいという思いがあった上で、はい、今後当たり前みたいに使うで、うん、あった上でこの B さん、はい、の感じも気になってるってことやんか、はい、連絡頻度もよくって、うんうんうん、もっとプラスアルファな条件がないと B に傾く要素がないな。そうやな、だからちょっとそのショーレースで言ったら無難な印象を与えてしまっているといったところですよね。心の眼鏡を上げるけども、そうやね、うん、まあ、共通点が多い、趣味が多いで連絡が頻繁、正直さ、まあ、うん、そこだけじゃない、連絡が頻繁で自分の方に矢印が向いてるのは B さんの方やな、多分、多分な、まあ、得てしてそうなりがちですよね。うーん、これどうなんすかね。でもよくさ、私あのインスタグラムでさ、うん、なんか浅い恋愛の知識の記事もめっちゃ好きなんですけど、はいはいはい、やっぱりそのなんていうんです、結局相性、長い目で見た時の相性っていうのは、うん、あのドキドキする方じゃないっていうのはよく、ね、見ますけどね。そうやな、あの、言ったら違うものやからドキドキしてるっていう緊張の一種であって、うん、あの相性が
いいとか波長が合う人の前では割と眠たくなったりとかしがちっていうのはよくね、そういう恋愛界隈のね記事はね書いてます、ね、恋愛心理学みたいなやつの、うんうん、そう思いますけどね。そうやな、自分がワクワクする方ときめく方、うん、選んでって言いたいけど、うん、あけど選んでと言いたいです、女性としてはね。うん、で自分やったらそうしてまいそうな気するしな、なんか。せやねん。ただでもね、この方はこうやって2人を手玉に取ってるというか、うん、とっても魅力的な方やと思うんですよ。そうですね、どちらともうまくいってるってことですから。そう、とっても魅力たっぷりなレイディーで、うん、はいはいはい、でも結構すごい結婚願望がありそうな感じ。そうですね。でしょ、はい、もう次付き合った方と結婚する、はい、だから恋愛というよりかは、まあ、恋愛の延長線上にもちろん結構あんねんけど、うん、恋を楽しみたいな、デートしたいな、男性とこうご飯行ったり遊びに行ったりしてドキドキしたいなっていう状態じゃない感じがするのよね。状況的にはね、うん、ワクワクしたいなというよりかは、うん、ちゃんとも安定して結婚したい、うん、なんやったら向こうから矢印向いてる方がきっと自分的にも楽やし、リアルに言うとね、その理想、自分の理想に進みやすいんちゃうかなって思う。はいはいはい、うん、これさ、その、まあ、大変申し訳ないですけど、どっちかから手をつけるというのはダメなんですか？はい、別に二人ともあって、どっちかをさ、切ってさ、うん、片方選ばなきゃ負けちゃうやんね、プリーグの最後トロッコみたいに。そうやな。な？だからな、まず A、A の人は、正直、うん、あの過ごしていくうちに減点方式になると思うね、うん、なぜなら最初がかっこいいってなってるから、はい、あれなんやこいつこうやないか、うん、こうやないかっていうのが出てきてちゃうなってなった時に B さんは多分加点方式じゃないですか、ね、A さんと比べたら、うん、なんか別にそんな最初があーってなってないから、うん、さっき A さんと接して、うん、ちゃわへんかったら別にそれでいいし、うん、ちごたら B さんに行くっていうパターンもあるんじゃないかなと思うんですけど。まあ確かにね。誠実かどうかは置いといて。はいはいはい。うん、その選択肢は全然あると思います。なんかね、うん、まあ難しいんですけどね、これやっぱこう、ずっとね、うん、人間が悩んでることでしょ、これ。これ人間の永遠のテーマでしょ。どっちに行くかって。そう。うん。かっこいいっていうのと、はいはい、安定して。一緒にいて優しくて、みたいな。悩むよなぁ。まあね、結婚して。でもさ、連絡頻度のストレスってどうなんですかね、うん、私が主にその結構長いことになるとめっちゃストレスになるんじゃないかなと思うんですけど。結構重要視していいところやと思う。その価値観というか、ね、うん、価値観につながってくるから連絡する頻度って。うん。ただその頻度イコール 、うん、愛情じゃないとはもちろん思うんですけど、うん、なんとなく心地いい、うん、いいラリーがね。うん。って、こいつ、あ、こいつ全然帰ってけんなっていう。とか逆に早すぎても、プレッシャーになったりとか、はい、もうえってなったりするから、はいはいはい、そうなんですよ。だから向こうからしたらあバンバンバンってくるのストレスかもしれないもんな、うん、A さんからしたらな、そやな。でもこの女性の今のスタンス的には B の人かな。なるほど、結婚したいから。うん、そのマッチングアプリでちょっと男性とデートを楽しむ、うん、異性交流を楽しむって言われたら断然 A の方で、うんうんうん、その果てに結婚があるならそれはそれでいいと思うねんけど。はい、そうですね。あ、そうやな。 B、 これ連絡は言われた方とちゃうんやろな、また B かーってなるんじゃん。でも男性として見た目が好きっていうことはもう多分 A に恋してるよ、多分。そうやろ、うん、だから A、まあな、触れていたいし触れていたいし触れられたい、うん、それが恋愛のスタートだよって私は言ってるんですけど、うん、あなたは提唱してるんですか、それを。これ提唱してずっとね恋愛、うん、好きという感情が分かりませんとかね、よく言われたんで、ね、そのために言ってるんですけど、言ってね、それで本を書こうとしたんですけどね、それ以降がちょっと言いたいことない、ない、もう一行でね、そう言えてしまうということで、うん、なのでそのほんまにね難しいけど、もう恋してます、それは。始まってます、あなたの恋愛スタートが。恋愛スイッチが。あ、そうですか。だから迷ってないです、これは。あ、そうですよね。うん。そう、私もそう思うんですよ。A の方が好きなんやろなって。迷ってなくて、ただただ後押しをしてほしいだけ。うんうん、うん。もうね。うん。A と言ってくれ。それもかっこいい。男性的に魅力的な方に行け。うん。恋愛を楽しみなさいって言われたかったんやと思います。はい。後押しをね。はい。はい、そういうことじゃないです。もう、あなた自分で気づいてます。はい。せーの、触れていたいし、レッツゴー。みんな言わなくて、うーわー。え、で、A にって言ってくるんですか？レッツゴーっていうのは。そうそうそう。あ、いいんですか？え。だから、
ほんまにこれさ第三者から見たら B なんやろなとか思うけど、うん、ほんまに少女漫画と一緒で、はい、なんでこいつの優しさに気づかないんだよこいつがいいだろうって思うけど、やっぱ好きなのはそっちですからね。そうやね、うん、人間やっぱり深層心理のねその思いっていうのは、うん、たとえ B に行ってもB の人に行ったとしても抜けへんと思うから、うん、そうですね、あーあの人かっこよかったなとか、うん、思いながら B の方とお会いするのも、うんうんうん、嫌です。そうですね、うん、これでほんでね、私例えば A に行きますやん、うん、B を捨てて、うん、A に行って A と結局良くなかったとして、うん、B さんともタイミング合わずにダメになったとしても、うん、それはねあなたの選択が間違えたからではないと思うんですよね、うん、結局両方ご縁がなかったっていう、はい、ことでいいんじゃないかなと思うんですよ。だから2頭を追うものはっていうところに怯えなくてもいいと思うんですよね、うん、だからもう一旦 A ちゃいますか。そうですね、うん、A ですわ。本人からしたら A やもん絶対。完全に A です。うん、かっこいいでしょ。だってそうやね、別にな A の人も悪い点はそんなにないのよ。ただ連絡のその温度差でしょのみ、うん、であまり積極的に会話を続けようとする感じが伝わってない。これただ怖いよ。こういう男性めっちゃ多いんじゃんってね。やっぱりただやっぱね、マッチングアプリで出会ってるっていうことをすごく念頭に置いといてほしくって、はい、付き合ってからも大会してない、はい、もしくは他のアプリをやってるっていう可能性は非常に大です。あ、確かに確かに確かに。なのでそこは覚悟の上お付き合いくださいという。あ、今日は婚活アドバイザーの松井さんに来ていただきましたけれども、はい、なるほどね。まあそれはちょっといろんなパターンが考えられますので、うん、っていうことですよね。そう、お互い様ですけどね。で特にかっこいい人なんでしょう多分、うん、ね、A の方はなんでそんなかっこいいのにマッチングアプリをせなあかんねんというところも気になるけどな。それってどうなんですかね。やっぱなんあるんかな。どういう感じなんですかね。かっこいいのにもう普通に。いやだからもうあれちゃうか、いろんな方と出会いたい、お巡り合いしたいからっていうことちゃうか。なるほどね、うん、まあまあちょっと、はい、正直になってください。自分の感情にせーの触れていたいし、レッツゴー。おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？